立花さんってガーシー利用してるんで、それはもう完全に利用してますよね、はい、そういうことを言いたかったんだけど、そんなことしなくてもなんか自滅しそうな感じなんで立花さんはめっちゃ頭いいし、頭いいっていうのは川上さんが言うところの頭の良さっていうのは、はいはい、多分違う頭の良さの話をしてるんで、はいはいはい、まあキレというか起点というか戦国武将の参謀みたいな、それはねもともとやっぱりエビジョンイールの懐刀やってて裏金をグリグリやってたわけですから、汚い部分まで飲み込んで、普通なんかそういうエリートの人って綺麗なことしかやんないじゃないです か、そういうところのなんかいかがわしいところに突っ込める力ってすげえなと思いますよ。ガーシーとかと絡みたくないっすもんまあ普通そうですよね普通そうなんだけど、そういうなんかある種のいかがわしさみたいなものを何も気にせずやってしまうところが僕はすごいなと思うので、あの人は僕はそんなに簡単に消える人間ではないと思います。